はいどうも、さかねダブルス日記です。よろしくお願いします。さあ今回はですね、チェインカップ、皆さんご存知ですよね。でそのチェインカップの、団体戦に出てきました。で、内容としてはシングルス2本ダブルス1本っていう形なんですけども、その様子の、決勝ですね、決勝の様子を見てもらいたいなと思います。でまあかなりね濃い内容の、試合になりましたので、ぜひ最後までご視聴ください。そしたら見ていきましょう。本編スタート。さあそしたらね、見ていきたいと思います。僕今ね、坂根サーブで始まってるんですけども、僕のペアは沢井さんですね。で知ってる人はね知ってると思いますけども、ダブルスシングルスともにねかなりストローク、ボレーともにもオールラウンダーって言ってもいいんじゃないでしょうか。サーブもねしっかりと打てますしね、いろんなことができるプレイヤーですね。で相手なんですけども、川西くんと浅野くんです。今このサーブ打ってるのが浅野くんなんですけども、かなりスピード感があってね、もうね若さを感じる感じ、もうねすごいですね。バネをしっかり使って、足使って体使ってっていうのをねしっかり感じます。で川西くんなんですが、そこまで目立った動作っていうのはないんですけども、しっかりとボールに入って捉える、でボールを打つ時のタイミング、力の入れ方がねすごい上手いんで、どちらかテクニック系と、あとはねどっしり打つタイプですね。だから結構やりにくい形ですね。このペア2人組んだ時は結構ダブルスは厄介やなーっていう風な印象があります。スピードを出しても抑えられるし、で、テクニックやってもフットワークでカバーされるような相手ですね。でそれに、今は、今40オールで、デュースノワードですね。で、僕のリターンミス11で、今回の試合のルールなんですけども、5オールで、タイブレイク、でデュースはノーアドバンテージになります。で、タイブレイクに関してはね、普通に6-6になっても、デュースありとのことなので、そので最後まで見てください。で今回ね、これ決勝だけなんですけども、他の、試合もねちょこちょ こう動画撮らせていただいたんですけども、まずねリアルなこと言うと、このペアとはね予選で1回やってるんですよね。で、決勝と、予選と決勝ね、2つともやったんですが、予選の時はね僕と沢井くんがちょっと不甲斐ない試合をしてしまって0-6やったんですよ。でその試合も、出そうかなと思ってるんですけども、ちょっと今ではなくてちょっと後に出したいなと思います。でなぜ0-6で終わったのかっていうところね、ダブルスでよくあるあるなんですけどもね、そういうところをね解説できたらなと思います。そういう動画を上げさせていただきますので、また乞うご期待ということでよろしくお願いします。さあ、僕サーブで、今ね 1-3 ですね、ラウ15で、この時にねまず考えてるのは、もうスピードで押しても基本的に何かされるんで、ちょっと回転系で、何かをしていく相手にボディだったりバックだったり、スライス打ってもらおう、打ってもらおう、返してもらおう、いろいろ考えながらね試行錯誤しながらやってます。ただちょっとイージーミス続きましたね。で、今回もですね、前回の動画同様にダブフォルトの場合はセカンドサーブのみで、ダブフォルトと表記させていただきますのでよろしくお願いします。さあピンチですね、坂根沢井ピンチです。 1-4 ラブ30、おー、めちゃめちゃ振り遅れましたね。今のはもうラッキーです。もう15-30、これでサイドアウトしてくれた。30オール、いいサーブですね。で坂根アングルボレーで川西くん届かず、だからこっちから30-40ですね。ブレイクチャンスでここでダブルホールト、ちょっとラッキーでしたね。この時ね少し流れが、僕らの方に傾いてきたので、すごくやりやすい印象がありましたね、この瞬間からね。2-4で、今沢井くんのサーブですね。15オール、これねポーチ、川西くんはねうまいんですよね。リターンバックってスライスをよく使うんですけども、スライスだったらポーチかましたろうかここでって言ったら、すぐねそれでもストレートに流していきますね。こうやってしっかり見てるんですよね。ちょっとラッキーポイント、40-30、
これうまかった。ストレートしっかり押しに行った。ここね、40オール。なぜ愛したのかですね。もうね、絶対に取りたいんですよね。何かして、とりあえずゲームポイントを重ねようっていう意識でやりましたね。これ少しジャストアウトですね。リターン足元沈めて、バックストレート抜いていく。坂ね、ちょっとね、テンション上がってます。めちゃめちゃ振り遅れたんですけどね、これね。ナイス反応。抑えられたけど反応した。向こうから 15-30。いい足元リターンですね。さあ、リターン、ロブ上げる。スマッシュ届いたんだけど、ちょっと滑ってきた。多分ラインに乗ったんかな。なんか滑ってきましたね。リターンを、もうね、これね、ストレート打とうかめちゃめちゃ悩んでました。ここの部分ね。で、これダウンフォート、めちゃめちゃラッキーポイント。4-4 ですね。で、坂根サーブ。アウトですね。15ラブ。これもファーストですよ。もう大体ファーストでも結構ね、緩めに抑えながら、ちょっとやってみました。ね、いろいろね、コース変えたりしてます。40ラブ。ここしっかり打ちに行ったね。で、5-4。で、流れ的にはね、ここ、坂根、沢井で、もう、ブレイクしようと。で、やっぱブレイクできる流れやったんですけども、この一本ね、僕ね、ポーチ飛び出そうじゃ、そこ飛び出せなかったんがダメですね。これ、アングルチョイス。やっぱり若干ね、守りに入ってしまってた部分がありますね。さあ、15ラブ。で、いいサーブ、めちゃめちゃ跳ねます。30ラブ。このミスね、やっぱりね、イージーミスが重なるとダブルスってね、どうしても流れ的に悪くなりますね。これラッキー。40-15。いいリターンで、坂根アングル、ナイスキャッチで、サイドアウト切れてポイントと。40-30。これイージーアングル落とそうと思いましたね。で、5-5でタイブレイクですね。で、プレッシャーかける、1-0。タイブレイクは僕らの方からカウント言いますね。2-0。いいサーブ。もうね、結構キュッと曲がってくるようなサーブなんで、リターンはしづらいですね。これね、こういうタイミングは、こういうのはやっぱね、最初からなんですけども、川西くんと浅野がね、やっぱネットインだったりとか、こう結構ね、そういうタイミングがずれたりとか、こう、ちょっとした失敗でも入ってくるような形だったり、流れはもう完全にね、川西くんと浅野くんにありましたね。でもしっかり頑張ってます。さあ、3-4 ですね。沢井さんサーブ。坂根ポーチで、決めると。で、4-4。熱い戦いですね。で、いいサーブ入って、サイドアウト、5-4リード。リターンを、これね、苦しかったんで、スライスロブをしたんですけど、ちょっと切れていきましたね。5-5。これね、ネットを気にしてしまったんですね。5-6。坂根サーブ。ファーストボレー。川西くん、よう返してくる。これで、坂根沢井の負けですね。タイブレイク5-7。これね、団体戦やったんで、1-1かかっとったんですけどね。ここで僕らがたった2ポイント差で負けたって、やっぱめちゃめちゃ悔しかったです。いざね、やっぱ大人になって、勝敗っていうのはね、2の次、3の次、まあ楽しむこともね、大事なんですけども、やっぱりこういう試合するとね、悔しい気持ちが、いっぱいになります。頑張ってね、これからも練習して、試合で勝てるようにしたいので、応援の方よろしくお願いします。この動画がね、良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしたら、終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。